はい、その散歩。皆さん、パンはお好きですか？今日はね、皆さんがね、低糖質とかダイエットをね、されててね、食べたいと思ってるパンを作っていきます。いつもはね、おからパウダーや大豆粉などを使って作っていくんですけども、おからパウダーや大豆粉がとっても苦手だっていう声をたくさんいただいてます。そんな方のために今日はアーモンドパウダーを使ってパンを作っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速作っていきましょう。レッツゴー！その散歩。はい、では今日のね、材料を紹介していきます。アーモンドパウダー、エリスリトール、卵2個、クリームチーズ、お湯が160、リンゴ酢、小さいスプーンに入っているのが、こちらがベーキングパウダー、サイリウムです。では作っていきます。ボウルを用意してもらって、アーモンドパウダー、エリスリトール大さじ1、大箱が大さじ2杯、ベーキングパウダー小さじ1、卵を2つ、これを入れたらよく混ぜておきます。こんな感じでひとまとまりになったら OK です。ではね、水をレンジでチンして、だいたい60度から80度ぐらいのお湯にしていきます。そしてここにね、お酢小さじ2杯、お酢は今回リンゴ酢を使いましたが、白ワインビネガーや米酢などでも応用できます。水分がなくなったら次足していくようにしましょう。こんな感じで水分がなくなったら台に出していきます。広げてカードでまとめてを繰り返して、2回か3回ぐらい繰り返してください。ここでね、粘りがこう出てきます。パンのもっちり加減をここで出していくイメージですね。少しね、手についてベトベトしちゃうんですけど、手袋とかつけてやるとスムーズにいくかもしれません。そうするとこんな感じでまとまります。これを3分割します。こんな感じで3分割します。型の準備もしていきます。オリーブオイルや米油などを手に取ってもらって、この後ね、成形するときには手に油をつけてください。そのまんまこんな感じでね、端もきれいに塗っていきます。こんな感じで型の準備をしておいてください。こういった感じで綿棒を用意しておきます。綿棒がない方は手で伸ばしてください。長細く伸ばします。ここにクリームチーズ、ローストしたミックスナッツを置いていきます。体の手前からカードを使って手前を剥がしながらくるっと巻いていきます。こんな感じ。でこれをもう一回折り目を縦にして、中のくるみが出ないようにこんな感じで伸ばしていって、さっきと一緒でね、手前からカードを使って芯を作る、そこからくるっと
んな感じで丸めていきます。後ろ側は閉じておいてください。先ほど油を敷いたパウンドケーキ型にまずこんな感じで手前入れます。寄せる、生地持つ、形合わす型にね、でぐいっと寄せながら入れ込む。するとこうやって入ります。入ったら平らになるように上からちょっと押します。そうするとね、こんな感じでピシッと、だいたいここが隙間がないようになりますからね、こんな感じで押さえてあげてください。上から牛乳や溶き卵を塗ってツヤを出します。はい、こんな感じ。180度に熱したオーブンで40分から45分焼いていきます。焼けました。美味しそうな焼き色。オーブンから出したらこのぐらいの高さから2回落とします。こういうね、網を用意してもらって、こんな感じで冷ましておきましょう。では焼きたてを割ってみますね。めっちゃいい匂いがする。エリスリトールを大さじ1、卵を1個割って混ぜます。バニラオイル、牛乳を 50cc 加えます。そしたら混ぜて、これでフレンチトーストの液完成。そしてパンを液につけていきます。少しギュッギュッと染みるようにしてあげてください。これでラップをして半日置いておきましょう。ではつけたのがこちらです。焼いていきます。じゃあバターを置いて、火は弱火ですね。でバターを溶かしていきます。アルミホイルをかけて3分待てば完成です。はい、ではね、完成したので開いていきます。おいしそう。ではいただきます。うん、美味しい。バニラとね、バターの香りが効いてます。お試しください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。おからパウダーやね、大豆粉をね、使わず美味しくてめちゃくちゃ簡単なパンをご紹介しました。アーモンドのね、香りがとってもね、いいパン、フレンチトーストにしてもとってもね、美味しかったです。ぜひ皆さんご家庭でお試しください。その3、このチャンネルは低糖質やダイエットを主に扱ったスイーツをね、ご紹介してます。ぜひね、チャンネル登録、ベルマーク、グッドボタン、コメントなどぜひぜひお待ちしております。では次の美味しい動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。